はい、こんにちは。酒井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。ギターを始めて半年です。1月に弦を張り替えました。色も黄色くなって変えました。音も良くなった感じがしたのですが、2ヶ月するとまた変えたくなってきました。毎日1時間以上は練習していますが、弦はいつ変えるのがいいのでしょうか。ダダリオを使ってます。はい、1月に弦を張り替えて2ヶ月、3月、また張り替えたくなってきたと、いいんじゃないでしょうか。毎日ね、しっかり練習してると2ヶ月ってまあもう変えていいんじゃないって僕は思います。もうこれはね、いつ変えるのがいいのかって、こう弦ってやっぱり弾いててね、ダメになってくると音がちょっとボコボコしてくるというかね、こう張りのない音になってくるというか、結構なんだろう、ボテボテするんですよね。なんかもうボコボコするっていうか、だからなんかそういう風に感じて、なんか変えたいなと思ったら、もうその時は変え時だと思います。人によってはね、2ヶ月経っても全然平気だねっていう弦もある。で、僕はコンサートとかがね、結構本番が続く時はもうかなりの頻度で変えたりもするし、しばらく本番ない時はそのままになってたりもするし、いろいろですけど、そうですね、本番多い時とかだともう本当に1ヶ月に何回も変えるし、だから人それぞれでいいと思うんですけど、完全にもうこれ音もうポコポコしちゃってるよなとか、弦が死んでるみたいなね、そういう状態なのになと、そういう状態なのを感じてるのに、変えないで張りっぱなしっていうのは避けた方がいいかなと思いますね。でも大体目安としては、2、3ヶ月に1回は変えようかなっていうペースがいいんじゃないのかなと僕は感じてます。中にはね、もう1年2年変えてませんっていう人もいると思いますし、そうだからといってもうダメだとは言わないですけど、変えた方がいいんじゃないのっていう、そんな感じですよね。でも1、2年変えずにとか、中にはもう随分何年経ったか分かんないけど一度も変えてませんっていう人もいるだろうし、でも弦を変えるとね、こんな音するんだ、こんな音だったっけみたいなね、結構感動もあるとは思いますけど、そのギターの弦ってしかもね、張り替え、基本ね自分で張り替えると思うんですけど、その1年に1回張り替えるぐらいなペースで張り替えてると、いつまでたってもね、弦張り替えるスピードが上がらないというか、毎回こう、弦ってどうやって変えるんだっけみたいなところからスタートしたりする人もいる。でもね、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかで変えてれば結構ね慣れてくると思うんで、弦交換するのもそんなに負担がないっていうかね、時間がないから変えれないっていうほど時間かからなくもなってくるだろうし、僕は結構ね、教室に置いてある楽器の本数だけでも結構な本数あったりもするんで、それをね全てしょっちゅう変えてるなんてことはないんですけど、たまにちょっと弦変えようと思って変えたりしてても、結構な回数の弦を張り替えることになってますよね。
しょっちゅうギターの弦を変えてる、うん、たまに生徒さんのギターの弦を変える時もあるし、うん、だから、うん、僕は相当弦変えてます。でも一本の楽器の弦じゃないからね、あれですけど、うん、でもね、あの弦はたくさん張り替えて、張り替え慣れといた方がいいですよね、うん、はい、まあ2ヶ月で変えたくなる、うん、いいと思います。まあまあそれがね普通なんじゃないかなという気もします。2ヶ月も持たないっていう人もいると思うし、うん、もうちょっと持つ人もいるかもしれないけど、でもその人が変えたくなった、それがもう替え時だと僕は思ってます。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどし募集してます。コメント欄に気軽にコメント書いてください。